こちら、パッキンを収めるマット丸山でございます。親知らずをですね、2本同時に抜きまして、かなり口痛いんですけどやっていこうと思います。グレイマンですね、見ましたのでちょっと話してみたいなと思います。皆さん見ましたかね、グレイマン。はい、まあ、良ければ感想だったり、コメントいただけたら幸いでございます。最初はネタバレなしで話しまして、後半にネタバレありで語っていきたいなと思います。はい、今回グレイマンですね、監督はルッソ兄弟でございます。アベンジャーズ、キャプテンアメリカのシビルウォーから、本筋のアベンジャーズを任された人ですよね。まあアクションはもうお手の物というか、まあアベンジャーズ見ていただければわかりますけども、あの登場人物の数を交通整理して、でなおかつアクションも、個性を生かして見せるというところ、エンドゲームを成立させた時点でもうすげえなっていう感じなんですけど、そのルソ兄弟が、まあ普通のというか、単発の映画をね、どうやって撮るんだっていうところですね。はい、今回。で、主演はライアン・ゴスリングでございますと。はい。で、ヒロインはアナ・デ・アルマスですね。この二人といえば、やっぱブレードランナー2049でございます。僕が大好きなブレードランナー2049ですね。まあ、ライアン・ゴスリングの、アクションですね。まあ、今回その、なんでしょう。まあ、スパイものというか、組織を抜けた殺し屋が組織に追われるタイプのやつの映画なんですけど、殺し屋、役ですね、ライアン・ゴスリング、6という役なんですけども、まあ、ライアン・ゴスリングの結構冷静沈着な感じが、顔色を変えずにもう人をガンガン、人というか、まあ、敵をどんどん倒していくというところが、かなり説得力があるというか、まあ、ハマってる感じが単純にありましたという気がしております。はい。で、アナ・デ・アルマスですね。アナ・デ・アルマスは、まあ、ノック・ノックとかね、まあ、僕はノック・ノックで知ったんですけど、あとは、まあ、ブレードランナーあったりという感じ。もう最近もう急に売れてきてますね、アナ・デ・アルマス。はい、まあ、結構動けてましたね、思ったよりね。まあ良かったと思います。はい。で、悪役ですね、クリス・エヴァンスでございます。キャップが悪役をやっております。はい。かなりね、楽しそうでしたね、キャップ。はい。CIA が6を倒すのに発注する会社ですね、をやっております。めちゃめちゃ怖いです。はい。楽しそうに演じておりました。さすがの体の使い方、アクション俳優、2010年代ぐらいからのアクション俳優の一端を担ってるんじゃないですかね。もはやもうそう言ってもいいんじゃないでしょうか。とても、頭のおかしい悪役でございました。はい。まあ、普通の悪役よりも残酷というかね、速攻決断してすぐ殺すと、最近の映画の中でもかなり、決断の早いサイコでございました。で、この映画ですね、ドローンがね、すごい特徴的に使われてる気がしております。まあ、普通空撮、まあ、ワイルドスピードとかもそうですけど、場面変わってうわーってこう言って、まあ、地名が出るみたいな、まあ、そういうのよくあると思うんですけど、はい。それを全部ドローンでやってると。はい。っていうのと、あと、まあ、アクションシーンだったり、の部分ですね。そこもドローンの絵が多いんじゃないでしょうかね、おそらく。まあまあ、あれはドローンだと思うんですけど。すごくね、その空撮もね、近いんですよね。やっぱドローンだから。街中、道、ビルの間ですね。こうそこをガーッとすごい速いスピード、低空で速いスピードで抜けてこうビルに行ったりして、そういうね、絵が多いです。あとラスト、クライマックスの部分でも、かなりね、印象的にドローンの絵が使われております。これはね、かなり面白い撮影なんじゃないでしょうか。はい。まあ、かなり僕はね、これ見てて、あ、こういう使い方があるのかと思いましたね、ドローンの使い方。撮影も印象的ですという感じでございます。はい。まあ、こっからは、話に沿って、ネタバレありでね、話そうかなと思っております。はい。ドア玉ですね、刑務所から出ますと、6が、はい、のあってバンコクですね、バンコク。まあ、もういきなり、殺人の依頼があるんですけども、まあ、ここ準備してるライアン・ゴスリングですね。ライアン・ゴスリング、まあ、爪楊枝をね、
加えてるんですけど、なんか前もなんか加えてた気がするんだよな。前もなんか爪楊枝かララランドかなんだっけ、ブレードランナーかちょっと忘れたんですけど、なんかどっちかでね、なんかまた加えてたと思うんですよね。爪楊枝、はい、爪楊枝似合いますね。なんか口になんか加えてるのがね似合う、なんかそういう感じの俳優さんだなと思いました。はい、はい、まあそういうのがありますと、で目標を倒します。目標を倒すと、同じ組織というかね、同じスカウトのされ方をして、CIA の仕事をしてたというのが分かります。4だったというのが分かりますと、はい、でここで CIA に不信感を抜いて、もういきなり抜ける、もう抜けちゃうんですけど、はい、こういうね、組織が信用できなくなって組織が黒幕だったみたいなパターンの展開ね、こういうのって大体中盤でそういうのがあって、わ本当の黒幕は、うちのボスだったのかみたいなのが、あると思うんですけど、これも序盤で展開、そういう展開になるというところですね。こういうのはねあんまりねなんか見たことない気がしました。中盤の話のツイストというか起承の点として使うと思うんですけど、意外とねもう話の取っかかりとしてもうこういう展開になりましたというのが、これまた印象的な感じでございました。で、まあどうしようかな、まあ、飛行機のシーン行きましょうか。飛行機のシーン、飛行機のアクションですね。ここもまた面白かった。発煙筒を焚きながら戦うというね、斬新というか、見たことないビジュアルでの戦闘シーンですね。はい、これはもう目で見て楽しい、そうこの映画特にね絵で見て楽しいアクションすごい多いですね。やっぱアクション映画アクションシーンがすごい多いので、いろんな見せ方でアクションを見せてくれてます。はい、で、飛行機は、発煙筒を使ったアクションという感じでございますね。もうこっからかなり度を越したアクションが始まるんですけど、飛行機が爆発して落下しながらどう生き残るのかみたいなところ、まあこの映画で6がねあまりに最強であるがゆえに、6にこうちょっと不利的、かなり不利的な状況を、作りますね。アクションシーンの設定一個一個設定としてそういうのがありますという気がしてます。でまあそんぐらいしないと多分強すぎてもう圧倒しちゃうんで、圧倒的に不利な要素が、毎回あるという感じです。飛行機でのアクションに関しては生身での落下っていうところですね。はい、ここはもう超人です。ほぼもう超絶対絶命のアクションですね。はい、もうトム・クルーズもびっくりの超絶対絶命アクションでございますと。ああ口痛いな。はい、もう絶対絶命、もう無理だろうっていうところからほぼむちゃくちゃですね。はい、生き残りますと。はい、これでただの普通の人間だっていうのがちょっと信じられないぐらい強いんですけど、もうアベンジャーズ入っててもホークアイと張れる、ま、もしくはそれ以上の強さがある気がしてるんですけども、まあ、そんなところで生き残りますと。はい、その後に、これはもうアベンジャーズ見てる人への目配せのギャグがありますと。超人的とかバカっぽいからやめとけみたいな、やめなよみたいなね、あそこは笑っちゃいましたね。で、で回想シーンが入りますね。その後に目一個クレアだっけな、めいっこちゃんとのなんか思い出というか回想シーン入りますと、ここね、でまあいろいろありまして、でアクションが入るんですね。また侵入者ですね、木曜日の侵入者っていうね、ここね、まあ後々重要つながってくるところではあるんですけども、ここのアクションですね、気づかれないように、まあ静かなアクションがここで入ります。でここのアクションがね、またカット割りがね少なめですね、かなりね、ワンカットをね結構長めに、使ってます。比較的長めに使うことで結構ね静かに見えると、静かに音を出さないように戦ってるように見えます。しっかり、まあそういう緩急の付け方もありますと。アクションシーンにありました。で次がウィーンですね。ウィーンに6行きまして、まあ偽造パスポートを作るというところですね。でまあ閉じ込められちゃいますと。はい、この危機的状況、この無茶苦茶な状況をどう打開するんだというところですね。まあこれも打開してしまうと。はい、この3場面同時にこうすげえ細かく、カットバックというか細かく3場面行き来しながら展開していくこのウィーンのシーンですね。これかなり楽しい、編集うまいですね。
すごく楽しいシーンでございます。はい。で、なおかつシックスがこう、なんか作るんですよね。火薬をめちゃめちゃ集めて、もうほぼ爆弾に近い銃みたいなものを作るという、このね、工作感というか、この創意工夫してる感じが楽しいですよね。で、出てきて、もう銃がなくて何で戦うんだってところで、片割れのハサミで戦うっていうね。これがまた楽しいですね。まあ言っちゃえばジョン・ウィックみたいな感じなんですけど、もうジョン・ウィックの鉛筆で殺すみたいな、そういうノリが感じられて楽しいです。だからなんだろう、日常的なもので戦うっていうところ。イコライザーでもありましたけど、そういうのはやっぱ上がる要素の一つだなと思います。で、尺的にね、ちょうど真ん中のあたりで起こります。プラハの、シーンですね。ここもまた楽しいですね。ベンチの柵に手錠をかけられて、まあ、こんぐらいの幅しか行き来ができませんと。こういう、限定空間のアクションになるんですけども、どんどんね、増えてくるんですよね。まず、まあ、警察がいますと、で、ロイドの傭兵たちですね。傭兵、まあ、A チーム、B チーム、C チームぐらいあったかな。はい。それが来ますと。で、これでもう4チームぐらいいるんですけど、まあ、さらにスワットも来て5チームぐらいね、なんでしょう、なんか三つどもえみたいな状況になるんですけど、ぐちゃぐちゃしそうなんですけど、ロイドの作戦本部の、なんか、椅子の男みたいなやつがいるんですけど、まあ、そいつが、話してくれることによって結構見やすく、なっております。まあ、編集の妙もあって見やすいですね。はい。A チーム到着って言った後に、こう A チームのトラックの側面が開いて、まあ、でけえ銃が出てくるという感じで、まあ、普通に、言葉の後に言葉の該当する人が出てくるんで見やすくなっております。はい。で、まあ、路面電車のむちゃくちゃな、シーンがありまして、ここかなりむちゃくちゃでしたね、かなり。一回アクションシーン終わったかなと思ったら、こう、路面電車でのアクションになっていくと。いろんな敵が来るんですけど、まあ、なんといっても、バカでかい銃を乗せた車ですよね。なんか、あんま日常っていうか、あんま映画で見慣れない武器が出てくるっていうところ。これは何でしょう。なんかアベンジャーズ譲りなのかなっていう気が、まあちょっとだけしましたが、まあ、やっぱそういうね、見たことないものが出てくるのは、やっぱ楽しい要素の一つだなと思います。んですね。で、その後、病院ですね。病院に侵入して、アクションがあります。生身の2対1アクションですね。本当にね、アクションのね、手札が多いですね。いろんなシチュエーションを作れますね。で、病院にある、手術室にある、まあ、器具ですね。メスだったり、まあ、そういったもので戦うっていうところ。まあ、それもさっき言った、まあ、日常にあるもので戦う。イコライザーのラストのホームセンターで戦うシーンですね。あれみたいな、ワクワク感がありますね、ここにも。で、クライマックス、アジトですね。ロイドのアジトに出向きますと。ここでよくうまいこと使われてるのはドローンですね。ここのドローンがかなりうまいワークをしております。ロイドが廊下だったりを走るシーンで、ここ、よく使われますね。これヘリじゃね、できないですね。やっぱね、遠くなっちゃう。絵が遠くなっちゃう。ドローンだから、この真後ろにつけて、同じようなスピード感でカメラも動かせると。いうところがあります。はい。ここのね、スピード感、躍動感、かなり活かされておりました。この屋敷での戦闘で、かなり印象的だったのは、やっぱドローンですね。はい。で、まあ、いろいろありまして、最後、一騎打ちかな。一騎打ち。あ、意外とロイド弱えなっていうところ。やっぱ、シックス強すぎるやんっていうところだったんですけど、やっぱナイフが出てきて、互角以上に戦えるようになるロイドですね。ここもなんだろう、まあ、キャラクターがすごい出てます。まあ、卑怯というか、まあ、勝つためなら手段をもう本当に選ばないっていうところですね。そこが映画のね、この盛り上がりの、作り方としてうまいですね。なんだろう、コインの裏と思ってはね、こう、裏返しながらアクションが展開されていくような、イメージかな。どっちが勝つんだっていうわからない展開も相まって、着ながら日が上がってくるっていうね、この演出素晴らしいですね。もう勝ちが確定、これ勝ったろってところで日がめちゃめちゃ上がってくる。これいいですね。これやりたいね。シックスの心情の変化、アクションシーンの、テンションと朝日の差し方、この3つが、リンクして展開していく、最後ラストのバトルシーンでございました。まあ、そんな感じですね。で、まあ最後は結構続編を感じさせる
気がしないでもないようなラストで終わりますと。僕がねかなりね楽しみましたね。はい、ルース兄弟やっぱ好きなのかな。やっぱねこの目新しさ、かなり目新しさをいつもね残してくれてるなという気がします。アクションの目新しさももちろんありますし、あとワーク、カメラワークですね、まあ、今回だったらドローンを効果的に使うというのがありますと。まあいつも新しいことをしようとしてるのが見えるので、かなり僕は好きな監督かな。まあルッソ兄弟ね、やっぱ今後もちょっと気にして見ていこうかなと思いました。今回そんな感じで終わろうかなと思います。はい、良ければ皆さんのコメントも残していただけたらなと思います。それから、高評価、チャンネル登録も良ければお願いいたします。それではまたお願いします。